月本さんちへいらっしゃる皆さん、こんにちは、うちありがとう、まーみほー。ちょっと先開きのダメージが多すぎて全然声が通っていない。はい、というわけで、もうこんなに優雅に撮ってる暇ないんです。今日実は今から東京行かなあかんねんけど、大寝坊、大寝坊をかましまして、あと25分後には家出なあかんのよね。うん、家出なあかんのに、浮本パッキングが終わってません。うん、もう終わってる。なんか人として全部終わってるし、なんか今日は頑張って早く起きて、家のことは全部終わらせて、絶対にもう最善の状態で朝を迎えようと思ったんですけど、余裕で全部連れてるって。ほんまに時間なくて、笑われへんから、もうとりあえずパッキングの様子を一旦動画に収めておこうっていう感じで始めてるだけなんで、全然流しっぱなしで見て、気合い入れて見やといて、ほんまにお願い。というわけで、ほんまに結構急いでるんで、ガチで頑張ります。浮本さんちへいらっしゃい。今回その東京のね、旅が長いんですよ。だから猫たちをね、預けに行かなあかんっていう時間も考えたら、普通に間に合えんのじゃん。まあそれはどうにか気合で行こう。タクシーのうんちゃん、大阪のタクシーのうんちゃんは急いでるんですって言ったらバカほど頑張ってくれるんで、もうおっちゃんの運に任せる。でもな、タクシー運めっちゃいいんやんか。なんかタクシー運いつも猫好きの人が多いんです。すごいカメラの角度悪い、どうしよう。でもとりあえず今こっち側はもうすぐ切ってて、あとは細かいの入れていくだけやから、なんか一旦落ち着こう、一旦冷静にして、心拍上がってる。てかさ、シーンのさ、袋ってやっぱり天才じゃない。こいつだけはもう心の味方やねんけど、いつも入れようと思ったけど、もう直引きで入れてるからあんまり意味ないんですけど、ちょっともうここに詰め込むっていう時間がもったいないなと思うので、もうこれはもう帰る時にちゃんと直すようにここに入れ込んどきます。とりあえずね、化粧品式、これがなかったらウキ何もできないんで、これだけは絶対入れます。これもちゃんとやってて偉くね、ウキで。結構さ、これはマジ一瞬で用意できて偉いと思う。化粧水とか全部こっちに入ってます。お母さん、ウキ踏まないでくれよ。はいはいはい、急ぎまして。でもビタミン剤ね、ビタミン剤も絶対ありますよね。ほんまにビタミン剤なかったらうち結構体限界やで、ビタミンってほんまに体にいいから、みんななんかいろいろ調べて使ってみて。うちが使ってんのは全部外国産のやつやねんけどさ、ちょっとごめんなさい、あんまり名前は分かってません。こちらとこちら見たことあります？これめちゃくちゃいい。よく通ってるエステサロンのお姉さんが教えてもらったんやけど、これめちゃくちゃ体が疲れない、これ飲むだけで。もう最近健康意識を意識ないとやってられへんみたいなスケジュールで、ありがたいことなんですけれども、疲れ果てているんだわ。よく頑張っているぜ言うて誰かも。このビタミン剤だけは忘れてしまうと、浮本は多分3日目4日目あたりに病気になってます。なんでこれだけは絶対に言ってもらって、これはもうここら辺に入れとこうかな。コアさん、リアさん、ラムさん、今日はママ急いでるから運動会絶対にしないよ。鬼ごっこもしないよ。ママが入ってって言ったらここに入るんだよ、分かった？でもこれ出した瞬間にみんな逃げるの。これあったらどっかに連れて行かれるって思ってるらしいのか、すごいスピードで逃げるの。もう隠れてはりますからね。だからちょっと一回集合しやん、一回集まってもらえる？おやつ食べる人？まぁ、ちょっと様子見て、とりあえずバッティング全部終わらせてから、ちゃんとバッティング終わらせてから、教えてください、安心してください。はい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 。え、案外秒でパッキング終わったけど、天才なのかもしれん。浮本さんちへいらっしゃい。これもう絶対に忘れたら終わります。コンタクトも液、普通このサイズで持ってくなって誰か言うて。もう下着とかパンツとかは全部申し込んでいるんで、ね、間に合いそうですよ、ね。え、待って、パッキング多分7分8分で終わった。はいはいはい、あと忘れ物ないですか？電気、ガス、ガス止めましょう。なんでここに体重計があんの？はい。てかさ、もうほんまにウキってやばいなと思うんだけど、ほんま鬼シャフやなと思って、忙しすぎて洗濯物こんな溜まってんねやんか。帰ってきてからも絶対洗濯物まだ増えんのに、もうすでにこの状態で満パンっちゅうことは、鬼の社会不適合者終わってる。まあ知らない、帰ってきた後の浮本が頑張れって話なんで、今現実の浮本は幸せなんで大丈夫です。どうにかなります。はい。それはもう頑張ってください、帰ってきた時に。帰ってきた浮本ほんまに頑張れよっていう話で、今は私無理ですから。どう考えても無理ですから。それは帰ってきた浮本が頑張ってくださいっていう話になってきますんで、今は仕方ない、もう見なかったことにする。考えすぎな。
過去や未来に引っ張られて今を生きれてない、それが一番人生もったいないからね。ほんでコアたちを入れないといけない。こっからが一番大変な戦いなんです。ポケモンゲットだぜ！ポケモンゲットだぜ！おやつ食べる人？おやつ？おやつ？はい、おいで、おいで、おいで。サムちゃんあげる。おいで、おいで、おいで。おいしいよ。あら、おいしい。おやらららら。本当にお母さんだ。本当にお母さんなんだからもう。本当に。コアが出てくる、絶対。兄さんごめんなさいね。誰も教えてもらう。ポケモンゲットだぜ！はい、OK です。え、ちょっと今日めっちゃ優秀やねんけど。あんたら天才やで。ごめんな、ちょっと待っててな。うちの実家のファミリーたちはもう早く猫が見たいから早く連れてこいというわけなんです。ヘアさん、ヘアさん、おやつ美味しいよ。ママが帰ってきたらマグロのステーキ丼を作ってあげるから、一旦こっち来ないかな。あかんね、絶対あなたはあかんね。もう私がこっち連れて行きます。もうトップ1位で警戒心強子なんで。ポケモンゲットだぜ。オッケー。はい、パソコンと充電器。もうこれ忘れたら終わりやねんけど。あっぶね、これ忘れたら終わりっていうやつを入れ忘れてた。一番怖い、冷や汗出てる。もうなんかウケほんまにやばいねん最近。もうクソ ADHD やと思うねんけどさ、 MacBook の充電器をカフェにさもう寄付しすぎてさ、もうほとんどないの。3台ぐらい持っててんけど、マジで大今1台でしょ。どこでした？パソコンを入れまして、あと何必要ですか？姉さんまで携帯の充電器ですね。携帯の充電器も忘れた。終わりますね。うん、何でもできなくなってしまうね。はい、終わりました。ウギモードさんちへいらっしゃい。もうタクシーがあと1分2分ぐらいで着くらしいんで、このまま東京にレッツラゴーしたいと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画がおもろいなと思ったらそこの君やチャンネル登録、グッドボタン、高評価といった無難天才、どんしてんな。というわけで次回の動画配信でお会いしましょう。ほらねー、ガチで結構やばいから。おやつ、はい、おやつ。